こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。今日は当別町のロイズタウン駅前で開催の、当別町バス祭りにやってきました。北海道バスの F コン絡みのバス3台と、旭川電気軌道の看板娘ならぬ看板バスの MR430 くんが待っていました。このポンチョクンハ、北欧の風道の駅当別までのシャトルバスです。当日限定運行です。この愛嬌のあるバスくんは、旭川電気軌道の扶桑 MR430 です。昨年、旭川電気軌道が復活させた1963年製の三軸バスです。この日のために、はるばる旭川からやってきました。この丸っこいお尻がレトロバスのチャームポイントです。そしてつぶらなコンビネーションランプは旧札幌市営バスと同じです。昔懐かしい横シートです。これがビニールレザーシートだと、ブレーキかけるとお尻が前方に滑ったのを覚えています。サスペンションは板バネ、リーフリジットです。当別町のイメージキャラクター、とべのすけくんがいました。
一生懸命愛想振りまいているのに、ぼっちで寂しそうでした。でも、この後子供たちに囲まれたり、記念写真を撮ったりと人気者になっていました。丸っこくてよくわかりませんが、フクロウです。会場内にはいろんなブースや、中学校などの吹奏楽やジャグリングなどのイベントが行われ、訪れた家族連れなどが楽しんでいました。近くのロイズタウン工場敷地では、クラシックカーフェスティバルが開催されていて、バス祭りを見てからそちらに向かう人も大勢いました。17日まで実証運行の自動運転バスも元気に走っていました。ということで、雑白ではありましたが、11年ぶりに復活した当別町バス祭りの様子でした。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。では、バイバイ。